時にはスパイス、シェイクヒップオドロー RTA 第5部、ハージもあるよう。前回、生徒会長の狙いの的になりました。今回は早速、目の前に広がる砂漠の主を退治しましょう。なんでも、ヤッコはこのロースト砂漠を練り歩き、地震を起こしているとか。えらいファンキーなドンファンがいますね。オノレナバルデウス、もう許さねえからなぁ。正義の刃、覚悟しろ。返事を聞くのが怖いんだけど、後で私を殺すつもり。こんなの飛行機じゃなくて、壁のついたカーナムよ。だったら焦げばいいだろ。は、博士、ライド技の説明以外で連絡できたのか。彼女によると、このポケモンは偉大な牙、というらしいです。南ヨシアには全く似ていません。いわゆるリージョンフォームやメガ進化の類ではなく、別種扱いなんですね。バイオレットではケツノワダチという、これまたドンファンには似ても似つかないメタリックな主で、バージョンで変わる唯一の主戦になります。そして、スカーレットだと遅くなるポイントですね。バイのケツノワダチは、地面、鋼タイプ。尊大なバキは地面、格闘タイプと。カラミンゴは、どちらにも有効だがあります。ですが、種族値が異なり、ケツノワダチは防御種族値120なのに対し、偉大なガバは131。戦闘アニメの短い翼で撃つでは、生きったバキは倒せません。アクロバットでも、2戦目は2発かかります。一方ケツノワレメは、本番もケタグリで確定一発。ケタグリは相手の重さで威力が変わり、重ければ重いほど、よだめがグーンとアップ。ケツのデカさは重さ240kg、ケタグリは 200kg 以上の相手には、最高火力120が出るので。いや僕も大いに戦力ですね。アクロバットは、威力55の飛行技ですが、持ち物なしの状態だとダメージが2倍になります。その上、5世代では飛行ジュエルを持たせて使うと、持ち物なし判定でジュエル効果も乗る、とんでもない口マン技でした。クロバットでぶっ放すと、ああたまらねえぜ。それはさておき、同じ弱点をつける技でも、ケタグリ120、アクロバット110。戦闘アニメはケタグリの方が短く、相手の防御もゆかりの方が。貧弱どこがいけないか、お分かりですね。どちらのバージョンが早いかは、言うまでもありません。ついでに、フィールド上の移動速度も、ワダチはゴロゴロ転がって早めに衝突してくれるのですが、バキはのしのし歩いているので、バトルにもちょっとぐだります。変態みてえなでかき場しやがって、刺さりやすくてバッドだよ。どうでもいいですが、僕は初プレイで一番最初に戦った主がこいつでした。うん、美味しい。先輩とスコビランくんがいなかったら、負けてたでしょうね、ペパー先輩、改めてありがとなす。バキが守っていたのは、スーパースッパイスパスパイス、スッパそう。コライドンくんの性格何かな。お菓子好きかい？うん、大好きさ。マフティフは、1個目のスパイスで手足が温かくなって、次に目、声と回復。もう5個目のスパイスなくても全開すんじゃね。あ、最後はスパイスパワー暴走マフティフと戦って終わりかな。オラワクワクすっぞ。今回覚えたライド技は滑空。風のタクトのデクノハみたいなやつです。着々と力を取り戻しているコライドンくんですが、出会った頃のようなバトルフォルムになれる気配は、ないです。あっちもこっちも早く元気になってくれよな、頼むよ。そうだよ。何この流れ。今回のスパイス効果とかっていうのは？というか、絶望感漂うフラグが立ってませんかね。相変わらずの博士はスルーする。
覚えたての滑空で、マリナードタウンの市場に向かいます。お急ぎプレイなので無視しましたが、お使いイベント中にマリナードタウン手前の看板を通ると、お花と戯れるハイダイさんイベントが起こります。かわいい。通常プレイでも、マリナードタウンを先にブックマークしていると、スルーしがちなイベントですね。屋根上の経験飴と、隙間にある不思議な飴を回収して、財布をお届けにやってきましゃー。喜ぶんやぞ。なんかこのあんちゃんおねえっぽい。僕ない？信号のボックス管理者みたいな名前してんなお前な。もしかすると RTA で聞ける、最初で最後のトレーナー戦 BGM。ハイダイさんがチゼイの手持ちは、2ヒットもアクアジェットを覚えています。素早さ関係なく先制されるので、使われないように祈りましょう。2ヒットも使いやがった。もう許せるぞー。もう再返さねえからなー。さて、ヒコット特殊ですが、今回のジムテストは競り。いらっしゃい！ハイダイクラブという、中華料理店の店主でもあるハイダイさん。彼が料理で使う伝説のワカメを、代わりに競り落とすというテストです。軍資金はハイダイさんから預かりました。余った分は懐に収めていいって。器も細工もでけえなおい。3万5千円で必ず落とせるので、1回目は様子見。おーん、間違って連打しちまったぜ。もう一声、歯切れのいいところで。もし普通にジムテストを受けていたら、カラフジムのテスト内容はどんなにあったんでしょうね。では、合格したのでカラフジムに挑戦。と思っていたのか。保有中のナッペ山ジムが先だ。クソ暑いところから雪山に飛ぶとか、サウナかな。サブ、死ぬ、かゆ、うま。凍えた両手に息を吹きかけて、縛れた体を温めて、雪滑りに挑戦。鏡絶対渡さない爆走奥さんと並走する必要はないので、まったり急ぎましょう。フラグを倒しながら、1分30秒以内にゴールを目指します。旗を無視するとタイムが5秒伸びますが、クリアすればいいので気にしない気にしない。ロケットスタート！レース序盤、ナキがどういった走りを見せてくれるのか。この後の展開が楽しみです。さあ、盛り上がってまいりました。激しい激しいデッドヒート。速攻だ。コーナリングの基本はアウトインアウト。飛ばしまくっています。余裕が出てきました。ぶつかり合い。さあ、いよいよ中盤、盛り上がってまいりました。さあ、快調に飛ばしております。当たった。ゴー。コライドン君、お疲れです。今更タウンですが、街じゃなくて、山にあるジムは初めてすかね。立ちはだかるは、ナッペ山道東の高さを誇る最強ジムリーダー、グルーシャー兄貴。元プロのスノボー選手らしく、学校にあった雑誌でも紹介されていましたね。なんて異性がいいんだ。きっと熱い性格なんだろうな。どうしてスノボーを辞める必要があったんですか？パルデアのジムリーダーは、他の仕事と両立してる人が多いのに。あ。そして君は、ポケモンになっていた。目と目が合う瞬間好きだ。どう見ても美男子です。本当にありがとうございました。あ、マッシ。当たり前だよな。
生徒会長が待ってるからね。一人ぼっちは寂しいもんな。いいよ、一緒にいてやるよ。こんな可愛い子が女の子のはずがない。オッスお願いします。彼は氷タイプの使い手です。実力は8番目のジムリーダーに相当します。8番目で氷使い、どこかの遠い地方にもいらっしゃいましたね。あれだよ、あれあれも、もう10周年フェアリータイプが登場して10年が経過したようです。何を言ってるかわからんが、Z バージョンは出してくれ。エメラルドとプラチナのリメイクも好評、絶賛、お待ちしてます。にしても、想定最後のジムなのにレベル控えめ。控えめじゃない？前述のカロスは、59レベルのクレベース出してきましたよ。まあ手持ちが強くなりやすいカロスに比べると、バルデアは強制戦闘が少ないですからね。経験値を多く得られるトレーナー戦の機会があんまりないです。余談ですが、最後のジムで手持ちの平均レベルが一番低いのは上都地方の伊吹さん。勝利してからバッジをもらうまでにかかる時間は下手したら一番長いでしょうけどね。顔がいい？良すぎて目の毒だよ。ジルタリスはナギさんのイメージです。最近はルチア君ですかね。全国図鑑ナンバー、堂々の334。秘伝スパイスって人間には効かないのかな。復帰した絶対レイドトリック、見てぇなぁ、俺もなぁ。心もグズグズに溶かしたい。溶かしたくない？君は、雪が溶けたら何になると思う？あ、記念写真お願いします。何でもしますから。優しい。バトルコートの観客には何が見えてるんですかね。技マシン124、アイススピナーをいただきました。使いません。絶対グルーシャーニキとの写真の方が使えるぞ。バイビー。うわ、びっくりした。黒色のビニール袋に見えちゃった。彼女は桃高さん。以前アカデミーの職員室で生徒会長とお話ししていましたね。位置的に見えてバトルバカなんやろな。ポケモンリーグの委員長をしているとか。ガラルなら黒幕ですね。それじゃあ次はナッペ山に飛んで、オージャコンに、行きますよ行きますよ行く行く。ぬ。大きく。飛び越えて行けるだろう。どんな山もどんな谷も怖くないさ。モノミ島より高いところで、再びアクロバットの技マシンを。崖の上に着地して、ペパー先輩から連絡を受けます。滑空状態で電話をもらうと、わけわかめなとこに降ろされてしまうので注意。水辺はひときわ処理落ちがひどいで、上を向いて、さあ行こうぜ。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。到着さ。主はどこだー？探すぞー。ちょっと失敗落ちてんよ。ベトミちゃん呼ばなきゃ。じゃー、なんじゃこりゃー。主人公も特製肝っ玉ですね。ちょっとは驚いちくりー。俺がろくに食えないし食いやがって。食べ物の恨みは怖いぞー。カラミンも最強や、負ける気せえへん。あがり、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 あが
溺れる。カチコールとクレベース浮いてる湖とか絶対100個いだるるを。風邪ひいたらどうするんだおい、ペパー先輩が責任持って温めてくれんのか。えい、お待ち。説明。気流の主は、ただの魚だったんだよ。一瞬アローラ主人公が憑依合体してましたね。水を一滴も跳ねさせず走ってきた。だと。ペパー先輩忍者説。ん？いともたやすく行われるえげつない行為。弱肉強食？厳しいね。最後の主戦、オフスお願いします。お、ペパー先輩の欲張りすは、最初に戦った星狩りすくんか。お前しっかり攻撃当てろよ。3ターンかかったら来叩くすっからな。今夜は、お前たちの魚肉で満貫全席だ。ヘイラッシャの重さは220キロ。ケタ振りは最高火力ですが、エッジポイント150、防御種族値115と、かなりタフなボディです。ここでアクロバットを選択した理由は不明。走った人に聞いてください。あーもうめちゃくちゃだよ。ケタ振りなら落とせてたよ。欲張りすさんマジリスペクトっす。一丁上がりって、ドラゴン技だったんですねー。義勇の虫、打ち取ったり。お疲れ様でした。あれ、カラミンゴくん、いつもの勝利のポーズは？おさ。なにー、虫に食われたと思われたっしも虫だと。本当の本当に最後の寿司、じゃなくて、虫。シャリタスは、ドラゴン、水タイプのポケモンで、知能が高く悪賢いものの、体が小さくか弱いです。体色感で力持ち、しかし頭が弱いヘイラッシャと組んで、狩りを行うそうな。2匹は共生関係を築いており、ヘイラッシャはシャリタスのことを親分のように慕っているらしいです。萌え。その生態を反映したのか、シャリタスの通常特性は司令塔。味方にヘイラッシャがいる時に発動し、一丁上がりの効果も変化します。面白いポケモンたちですね。でも僕は呼び水。ペパー先輩も欲張りすくんもお疲れ様でした。突進当てたりファイヤーしたり、いや強い君はリスラーだ。最後は辛スパイス。苦スパイス以外は、普通に美味しそうですね。もうこれ以上待ちきれないよ、早く出してくれ。ペパー先輩白人の料理シーンも。唐揚げもいいですね。コライドンくんも食べて、どうぞ。辛スパイスで解放される能力は、崖登り。これで全てのライド技を習得しましたが、何やらトラウマがあるらしく、バトルフォルムには戻れません。コライドンくんはマスコットみたいなもんやし、元気で追ってくれたらええわ。マフィテフくんも悪回復するんだよ、悪しろよ。シリアス成分なんかポケダンに任せりゃいいんだよ。
ムービースキップをオンにしていると、ペパー先輩の、元気になってくれ。それだけでいいから。というセリフの後、スクッと立ち上がるマフィテフ君がいて、ちょっとシュールです。出たな、人手なし博士。お、この展開は、ダメみたいですね。期待した僕がバカでした。血が通ってるか、これもうわかんねえな。母さんです。ふざけんな！まあ、博士には、コライドン君を譲ってもらった恩もありますし、おっし。研究所に行くのもやぶさかでない。ああ、マフィテフ君の邪悪な笑みくっそ可愛いんじゃ。これが獲物を見つけてほくそ笑む姿だと、当時の僕は気づきませんでした。さて、いつも飛べないハードルを負けない気持ちでクリアしてきたけど、崖登りを覚えた今、バルデアで行けないところはありません。まずは上下移動がくっそ不便なカラフシティをスイスイ。サクッとジムも攻略しちゃいましょう。八作先生オッスオッス。隣の、はこれっすか？しかも小金弁、まさき兄貴見てるか？女性でした。センセンシャル。俺はこんなに興味はない。チリアネキは、八作先生と同じく、四天王の一人らしいです。かつてここまでストーリーに絡む四天王たちがいただろうか。いや、ない。こともない。少し右曲がりで受付場に挨拶。チャート通りちゃんと財布も届けました。嬉しいだるるを。激流料理人、ハイダイさんは、水タイプの使い手です。料理人、水タイプ使い。まるでシレモノコックみたいだ。人柄や街の人に慕われているところは、マキシさんのようですね。セリフの端々に滴る水っぽさが、いやー好きですね。いらっしゃい。何かとヘイラッシャイと言ってくださるハイダイさんですが、ヘイラッシャは釣れていません。釣れなかったんですかね。本作には釣り竿がありませんしね。隣のおばさんはサイクンか何かで。オスお願いします。ロケット魚肉。貴様は絶対に許さねえ。身軽さは、お尻から海水を噴射して泳ぎ回るポケモンです。素早さ種族値の割にフィールド上でクッソ速いのやめてください。どうせなら特攻78と入れ替えろやおらん。意外にもエスパー複合、味は淡白でうま味、隠れ特性は切れ味です。めっちゃうっ血してますやん。この動画は全年齢対象、卑猥な要素はいりません。帰って、どうぞ。触ったらヌメヌメとか何考えてんだゲイフリー。ところで、みんな日照り続きで淵の水も減っとるだに、明日は一つ寝流しでもしねえか。ラストはケケンカミ、にわらわらわら、ハラハラしますぞわらわらわら。
インムーンで初登場したポケモンで、格闘氷タイプです。進化前の魔剣神が、ガナキラマウンテンでレベルアップすると進化。という条件でしたが、バルデアにガナキラマウンテンなんとねえよ、ほら、氷の石。剣盾には登場しなかったので、ちょっと無理ですね。バリーン、お疲れちゃーん。4番目のジムリーダーが、73レベルの筋肉ムキムキ、マッチョフラミンゴに勝てるわけないだろ。他の地方ならチャンピオンもボコボコにしてるレベルだぞ。ホモは息がいい、はっきり専用なんだね。改めて、パルデアの恐ろしさが身に染みました。記念撮影。来た、来た、来てんだろ。あざといな、ハイダイさん、さすがあざとい。これでジムバッジは4つ。残り半分ですね。ん？へいらっしゃい。恐ろしいパルデアの中でも、ひときわ恐ろしやな生徒会長のお出ましじゃ。今日は、学校の、生徒会長に会えたのに、あいにくの手持ち調整中。でも、僕の気分はウキウキなのら。ホゲータくん1時間半ぶり。経験アメしゃぶれよ。でも進化は、キャンセルだ。そのままの君でいて。ヤックックスを思い出したら、セルクルジム、焼いてかない？オリーブ転がしはクリア済み。あとは最弱ジムリーダーを料理するだけだぜ。お邪魔するわよ。大声でホモはルールで禁止っすよね。生徒会長オッスオッス、2分ぶり。ストーキングは良くないですねー。ここ可愛くて籠絡されそうになりますが、渋ると先っちょだけだから、得意下がります。話全然聞いてない。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。